はい、どうも渋谷です。今回はですね Wii Wii U スイッチの所持ゲーム紹介です。ここら辺のソフトほとんど持ってないんですよ僕。ちょっと最新すぎて、なんでこれまとめて紹介ということで、この動画はですね自分が今何持ってるか分かんないんで一旦動画にして自分何持ってるかを把握したいっていうやつです。すごいダブリ買っちゃうんですよ最近。なんで一回これちょっとハードごとにまとめたんで紹介していきましょうの、今日は Wii Wii U スイッチ編です。じゃあまず Wii からいきます。マリオ&ソニック AT ってなんだろうね、アトランタ違うね、バンクーバーオリンピック AT なんですか、 AT って何なんですか。まあこっち系のゲーム面白いですよね。続きましてニュースーパーマリオブラザーズ Wii、間違いないやつですね。これはおもろいよなマリオ、結局マリオ。続きまして初めての Wii、 これおもろいよね、おもろいよねしか言わないよな。あれこれだよね、戦車みたいなゲーム、あれ違ったっけ、違うか、あそうだよね、戦車みたいなゲームあるよね、あれおもろいよね。卓球とかもできるとか、ビリヤードとかね。いやこれ安く買えるし、これいいよね、普通に面白いんだよな。はい、続きましてスーパーマリオギャラクシー、これ俺初めてやった時もすごい時代来たなって思ったな。綺麗すぎてビビったなあの時。続きまして Wii ミュージック、これ俺やってないな、なんか気になって買ったけど手つけてない。続きましてマリオストライカーズチャージド、サッカーだね、これもやってないな、おもろいんだろうなどうせマリオだし。あ出ましたプリキュアオールスターズ全員集合レッツダンス、はい面白い、これめちゃめちゃ面白いんでびっくりしますよ、本当に面白いから。うちの姉がやっててちょっと一回やろうって言われてやってみたけどめっちゃ面白くてびっくりした。続きましてドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー、あそっかカードのやつだね、なんかゲーセンとかにあったやつか、そういうことでね、あーアーケード版そうだね、やってねえなだけど。続きまして仮面ライダークライマックスヒーローズオーズ、なんかわかんないけど無償に欲しくなって買ったんですよね。全然仮面ライダー最近目の仮面ライダー、最近じゃないけどさ、これもなんかわかんないけど欲しくなって買ったんですけどやってないですよね、なんで買ったんだろう、不思議で。今となっては機動戦士ガンダムモビルスーツ戦線0079って読み方で合ってるのかな。はい、これは俺いつ手に入れたんだろう、切ったな、いつ買ったんだろう、本当に何で持ってるかも分かんない、びっくりした。今だって福袋とかもないもんな、 Wii って買ったことないんで、 Wii の福袋なんで持ってるんだろう、なんか買ったんでしょうね、びっくりしました。以上 Wii でございました。あと多分普通にマリオカートとかソフトだけみたいなのは結構どっかにあるんですよ。今は箱あるやつだけ紹介ということで、はい、続きまして Wii U ですね、マリオカート8、あれディスクないぞ、ディスクない、あ本体の中入ってるなこれは、はいマリオカート8、なんでマリオカートってずっと面白いんだろうな、不思議だよな。続きまして妖怪ウォッチダンスジャストダンススペシャルバージョン、わ絶対面白いよなこれ、多分このダンス系面白いんですよ。これちょっとやってないんで手つけてみましょう。手つけてみましょう。あのプリキュアのダンスゲーム面白かったから多分これも面白いはずです。続きましてスプラトゥーン、やってないですよ実は。すごくないですか、やってないですよ僕。持ってんのスプラトゥーン。すごくないですか。続きましてスーパーマリオメーカー、これ最近ゲオセールで買ったんですよね、180円とかで買ったんじゃないかなこれ、すごいっすよね。はい続きまして任天堂ランド、これも最近買ったんですよね、
まだ手つけてないけど、だから Wii U を出すのが大変で、うん、部屋も汚いんで、そういうのも踏まえた上で今この動画撮ってます、このまとめて、うん、以上 Wii U が5本しかないんですよ。全然ここら辺ないんですよね、マジで。で最後スイッチです。スイッチが、こちら聖剣伝説トライアルズオブマナー、うん、これも結局あの福袋、スイッチライトとセットっていう福袋に入ってたやつで、結局やってないんですよねてかスイッチほとんどやってないですよね、スイッチ僕、うん、ウォークウォークか、あ、ワークワークか、ワークワーク、うん、これとかもガルーメタル、この3つがスイッチライトとの福袋に入ってたソフトなんですよ。で最近この遊戯王ラッシュデュエル最強バトルロイヤルっていうのをこのゲオセールで安かったから買ったんですよね、うん、しかないです。あと海賊無双4とマインクラフトを持ってます。ちょっと今探せなかったです、でも買いました。だからスイッチは僕6本しか持ってないですよ、うん、だからポケモン系を買います、このあと後に、うん、っていう感じでしたね。 Wii と Wii U とスイッチは全然ないんで、まあダブらず今後、あれでもワンピースの Wii のゲームとか持ってたな、もっと買ったはずなんだけど、ちょっとまだどっかにありますよソフトまあでもまあ今回はこんな感じで、はい、ちょっとねこのハード一回みんな整頓してみたら意外と楽しいんで、人んちの CD 見るの楽しいでしょ、その感じです。はい、チャンネル登録本当お願いします。寂しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。